はいみなさんこんにちは。緩和委員長です。はいみなさんこんにちは。緩和ケアは早期から緩和委員長です。いやー、本当に様々な情報が流れていますよね。まあそれでコロナ禍において一つのキーワードが目覚めたというのがあるんですね。まあいろいろ有名なアカウントとかインフルエンサーを見ても目覚めたという言葉がよく使われていて、まあそれは主として まあ世の中で割と常識的に言われているようなまあ一般的な考えとかそういったものに反対の方に覚醒した場合にその目覚めたという言葉をどうも使っているようなんですね。まあそのためどちらかというとまあ世間の一般的な考えとまあ異なる方向にいろんな思考とか主張とかをするような特徴というのがあってすごく興味深かったのは最近のある悲劇的な進行ですね。 まあ戦争に関しても、まあどちらかというと、やられてる側ですよね。の異なる方の根拠が、世間では逆のことを言ってるからという理由で指示するような、まあそういう話もあったりとか、まあその目覚めた人がですね。まあそのように目覚めるという言葉が、いろんな意味で使われる状況になってるんですけども、ただやはり重要なのは、まあいろんな情報というのが流れてますので、 もう本当にそれで、いろいろ不安になったりという声が、まあ今も私のところに届くんですね。まあそしてそのように、例えば目覚めた人たちから、まあいろんな話ていうのを聞いて、まあそれでご不安になったりしているようなケースがありますから、まあそういう、まあすでに目覚めてしまっている方は難しいのかもしれませんけども、間で不安になっているような方に、今一度ちょっと目覚めていただきたいと思って、まあこの動画というのをお送りしたいと思います。まあこのチャンネルでは医学医療情報をお伝えしています。 他の動画も見ていただいて、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。まあ、それでですね、どちらかというと、まあ、あまりワクチン好まれない方が、まあ、ある声明文というのを出しました。で、この声明文というのが、まあ、いろんな、そうですね、世間であるような誤解というのが含まれるものであったわけですね。まあ、そのため、ちょうどこれ、確かにこういう誤解というのは広まっているので、まあ、何も名指しして、例えば批判したりとかそういうことじゃなくて、 まあこの情報というのを元に改めて いろいろワクチンとかその他に関して流れている情報について、まあ、しておいた方が多分いいだろうなというふうに考えてですね、それに関して詳しくお伝えしたいと思います。で、いくつかしてきているので、これすでにツイッターでご覧になっている皆さんもいると思いますけども、こうやって解説することでより詳しくわかることがあるかもしれませんので、ま、ぜひ最後までご覧になっていただけたらと思います。まあ、それでですね、この、ま、声明文の引用、数字の後に書いてあるところは引用なんですけども、まあ、それに対して矢印で解説しているというような形になるんですが、ま,あ、まず、 mRNA ワクチンという人類に初めて使用される新しい騎乗の薬剤というふうに書かれてるんですね。 ま、しかしこれは、以前も解説しましたように、mRNA ワクチンは今回が人類初ではないんですね。まあ、これまでも様々な研究というのがなされてきていて、特に狂犬病への mRNA ワクチンは、これは実際またいつも通り概要欄にリンク貼っておきますが、2013年から2018年まで研究されているということがわかります。まあ、年代の観察歴があるわけですね。もちろんのこと、まあ、こういう方が効率に何か大きな問題を起こしていたら、まあ、それはニュースになるわけですよね。 で、実際、まあ、様々な文献などから見ても、まあ、特にこういった方たちが甚大な被害をこむったと、まあ、そういう話がですね、まあ、年代の観察でそういうことがあったということが、まあ、特に指摘されている状況ではないので、まあ、このような先行事例というのがあります。人類初というのは今回が初めてじゃないんですね。 こういうことも当然調べればわかるんですが、まあ、意外に、まあ、そうですね、なんとなくイメージでこういうふうに広まってしまっているというところがあるので、まあ、ここに関しては正しく理解しておくということが重要だと思います。で、次にですね、割とこのコロナ禍を通して01の思考点内よく認められて、例えばマスクで完全に感染を予防できないとマスクは意味がないってなったりとか、ワクチンで完全に感染が予防できないとワクチンに意味がないとなったりとか、あるいはマスクやワクチンをしていても 感染者が増えているような状況があるとそこで意味がないというふうになったりとか、そこまで聞いてくれたらいいんですが、ただこれはずいぶん前のイスラエルの、まあ、接種の状況などを見ても、まあ、やはり打っていても感染が増えるときは増えるんですねというような先行事例があるので、もうその時点から判定させるほどの効果は難しいということ、まあ、それを私たちは知っている状況なわけなんですが、 まあやはり、まあ期待も大きかったと思うんですけども、そのように反転する状況がないと、あるいは感染者がゼロにならないと意味がないというふうに思ってしまうというような、まあそういう理解とか発信っていうのがある状況なんですね。まあそのため、まあそういうような目からすると、そういうふうに映るのかもしれないですが、変異株への効果は不明でありと書いてあるんですね。しかしか 変異株への効果というのはすでに示されてるんですね。これは数多くの文献で示されています。それでちょうど最新報告がイギリスからありました。で、イギリスの最近そのレポートを見てくださいって話あるんですが、どうもいろいろ広まっているイギリスのレポートの見方っていうのは、これはそういうふうに見ないでくださいっていう正し書きが書いてあるところのデータをもとにいろいろ語られてるんですね。 しかしその同じレポートにちゃんと有効性についてこのように推定されてるんですね。で、この有効性というのを見ると、例えば実は症状がある新型コロナ、オミクロンに対しての有効性、2回接種後0から3ヶ月では25から75%。2回接種後4から6ヶ月では5から30%。2回接種後6ヶ月に経つと、ここで下がっちゃうんですね。0から10%。3回接種後、 0から3ヶ月では50から75%、3回接種後、4から6ヶ月で40から50%と、値としては同じ4から6ヶ月後でも、3回接種後の方が有効性が高いんですね。でこれは以前も皆さんにお伝えしたような、親和性成熟という言葉がありますけれども、 次第に質の高い抗体というのを賛成していく方に変わり得るというような、まあそういう状況が起きている可能性もありますが、少なくともオミクロンに対してしっかり3回接種することによって、まあ、感染に対してある程度対応できるような状況になっていくということなんですね。これは症状がある新型コロナに対しての有効性ということになります。で、また、 この入院に関してどうなのかというと、入院に関してはやはり症状がある新型コロナよりもさらに有効なわけですね。まあ、こちらは2回接種後0から3ヶ月では65から85%。2回接種後4から6ヶ月では55から65%。2回接種後6ヶ月以降は30から35%ということで、先ほど症状がある新型コロナに関してはだいぶ下がってましたから、まあ、それらよりは上なわけですね。しかし下がってしまっています。 それが3回接種することによって0から3ヶ月で80から95%。3回接種後4から6ヶ月で75から85%ということで、これだいぶそうですね。まあ有効性としては、まあ入院に関して、すなわち重い新型コロナの抑止に関しては、まあ有効性が結構あるということがわかりますよね。まあこのようにオミクロン、まあ変異株に関してもしっかり走行するということがわかっています。そしてまたこれデルタに関しても、 ま、データがあるんですけども、デルタだとかなりいいですよね。3回接種後4から6ヶ月で90から95%、症状がある新型コロナに関しては。そしてまた、入院に対する有効性というのは、3回接種後0から3ヶ月。まあ、それ以降のデータがないのがちょっと残念ですが、95から99%と、非常にデータとしては良好なわけですね。まあ、さらには死亡に関しても調べています。死亡に関しては、2回接種後6ヶ月超で40から70%の有効性となっているのが、 オミクロンですね。3回接種後、0から3ヶ月で85から99%に再上昇するという形になっていますので、ここに書いてありますけれどもね。はい、このように変異株に対して効果が不明であるということはないんですね。す、ま、で、あ、にオミクロンも含めた変異株に対して有効性があるということが示されているという状況です。ただ、ここで当然の疑問だと思うんですが、いや、しかしそうは言っても感染者たくさんいるじゃないかと。そして毎日のようにブレイクスルー感染。 ワクチンを2回接種していても、あるいは3回接種していてもなる感染というのが報じられてるじゃないかと。そういった一般的な気持ちというのを代弁しているとは思うんですが、ブレイクスルー感染の多さからも効果が低下していることは明白であると書いてあるんですね。ただしかし、これは以前皆さんにもすでにお伝えしましたように、このような図がありますよね。例えば入院している時に接種者の方が多いということであっても、接種者の中で入院している人の割合と、非接種の人の中で 入院している人の割合で見なくちゃいけないんですね。として考えると、実は非接種者の方で入院の率が高い。従って、これ重要なのは個々が守られることなんですね。もちろん世間で感染が広がることが抑止できればそれが一番なんですが、そこまでではないわけなんですが、しかし個々人がこうやって守られるわけですから、まあ、先ほどの有効性の話ですね。そのため、接種している人で、まあ、こういった、例えば入院の率とか、感染の率が少ないということがいいわけですよね。そうやって見ると、 まあやはり率としては低減しているということが示されているわけですからそういう意味で接種の意義があるということは言えるのではないでしょうかこうやって感染の多さって言ってしまいますとどうも数で見ることになってしまいますからそうではなくて率で見ることが大切なんですねこの図は非常にわかりやすくそしてまた実際に起こっていることでもありますよねはい続けてまいります接種後に体内で産生されるスパイクタンパク自体に 血管障害や血栓症を有機する作用というふうに書いてあるんですが、これは有名なソー区研究所が出したスパイクタンパク質が血管内細胞障害をするというような、そういう研究のものを流用してるんでしょうね。ただこの研究というのはよく誤って引用されるんですけども、これはウイルスによる影響を示すものでワクチンに関してではないんですね。実際この論文自体にも、 ワクチン由来の抗体はむしろスパイクタンパクから保護的であると結論しているというところがありますよね。で、まあそうは言っても違うんじゃないかみたいな話いろいろありますけれども、まあ、例えば先日も紹介したような動画で解説したスパイクタンパク質は1回目の接種の時は濃度は上がるけれども、まあ、しかし2回目の接種からは抗体というものがありますから、まあ、それでスパイクタンパク質の濃度が血中で上がらないというようなそういう研究もありました。 で、皆さんご存知の通り、ワクチンに伴う心筋炎というのは2回目に多いんですね。まあそうするとその事象と合わないですよね。実際これはいろいろ研究されていて、スパイクタンパク質とはまた別のものなのではないかと、それが原因なのではないかと示唆されるようになっています。まあしたがって、このワクチン接種で、 血管障害や血栓症を有機する作用というものに関して明確にこうやって断言するほど分かっているものはないんですね。実際、mRNA ワクチンと血栓症に関しては関連が否定的とする最近の研究もありました。 というわけで、イメージとしてどうもスパイクタンパクが感染と同じようにずっとあって、様々な障害を起こすようなイメージがですけども、必ずしもそうじゃなくて、割と2回目接種後などは特に血中濃度が上がらないというのことがすでに分かっているということですね。そしてまた心筋炎の例えば主原因とするには、ちょっと状況と合わないというところがあるわけですね。 はいで5番。これは有名ですよね。免疫抑制による感性の脆弱性を示す研究論文というふうに書かれていて、この当該の声明文では特に引用を記してないので、どの文献をもとにということがわからない状況ではあるんですが、ただ、例えば動画などで制御性 T 細胞が原因で免疫抑制になっていると。 したがって様々な感染に対して脆弱になったりとか、あるいは中には感になるみたいなね、そういう話が出ているものもありますけれども、動画などでいろいろ解説していらっしゃる方もいるんですけども、むしろその動画とかで解説していらっしゃる方が推していた BCG っていうのがありますよね。すごく新型コロナ話題になりました、この BCG。まあ、BCG が効くんじゃないかなんて言われた時もありましたね。まあ、そころがですね、これ、まあ、いくつも文献あるんですが、 bcg 接種も制御性 t 細胞を誘導するんですね。はい。同じなんですね。で、また IL、iL-10 っていうのがあるんですね。その iL-10 というのも最近その免疫抑制に関係してるんじゃないかみたいなことで盛んに言われてるんですけども、実は bcg 接種でも iL-10 が増えるという状況なんですね。はい。で、なんか言われてるのは mRNA ワクチンで制御性 t 細胞が誘導されて iL-10 が増えて、それで免疫抑制状態になるとか、中には、ね、バイズっていうんですかね、なんかエイズみたいな状況になるとか、あるいはガンが増えるみたいなことを言っている、そういう向きっていうのがあるんですけど、ただそうすると、BCG 接種で、ガンって増えるんでしょうかね。あるいは、これまでそういう感染に対して脆弱になるってことはあるんでしょうか。あむしろ そうですね。それをいろいろ主張しているような人もいますけど、BCG でコロナ大丈夫みたいなことを言っていたと思うんで、まあ、そうすると、なんかちょっとそれと合わないのではないかなというふうな印象がありますよね。まあ、そのためこれ実は他のワクチンでも起きていることであって、なんで今回だけこの制御性 T 細胞が誘導されて IL-10 が増えると、そういった免疫曲性が起きる。 まあまあそれこそ感染に対して無力になるみたいな話になるのかということがちょっと私にはまあ理解しがたいというところがありますよね。非常にこれ難しいので私も臨床家ですけども臨床家が直感的にこう思い浮かぶことと実際の状況というのは一致しないことも多いですので非常にそういうところで教訓的なものなのではないかというふうにも思います。結局それを示す明確なものがあるというわけじゃないんですね。まあそういうなんか 制御性 T 細胞が増えて IL10 が増えるみたいなのを元に言ってるみたいなんですけど、じゃあ本当にその時論文ではないので、そこら辺に関してもより研究が深まり、あるいは見解が深まるのを待ちたいところだと思います。はい。で、次、抗体依存性感染増強。これはすでに新型コロナに対してかかったりとか、あるいはその抗体、 がワクチンなのであることによってそれがむしろ感染に対してマイナスになってしまってより感染しやすくなったりとかあるいは重症化しやすくなったりというような話なんですがでこれは試験管のレベルではまあ反対から指摘というのがあってただそこでも言われていましたように十分な中和抗体があれば問題ないということなんですよねでこれまあ実際にそうだとすれば打っている方が感染しやすくなったりとか重症化しやすくなったりしなくてはいけないわけなんですけどもまあしかし現状のところですね接種を 重重ねねるるるほど感染ししししややすすすくくなな症化とのデータはむしろ乏しいですよ、ね、先ほどもお伝えしたように、最近の報告だとああ別に打って、まあ、より感染しやすくなるとか、まあ、症状がある新型コロナ発症しやすくなるとか、重症化しやすくなるということを示すものではないので、まあ、そういう意味では特にこの AD というのが現実世界で起きているということを指し示すような明確な証拠というのは、 まあ現状乏しいのではないかと考えますね。で、割と気になったのは、 ま、ここなんですけど、まあ、こういう主張もしてるんですね。このようなワクチンを妊婦に接種することには大きな危険性がありということで、接種中止を求めてるんですね。まあ、日本でもですね、実は妊婦は中等症から重症の患者の割合が比較的高いことがすでに研究で明らかになってるんですね。まあ、そして海外の研究ですけども、アメリカの研究で、資産っていうのは、これは多くはないので、すごく心配しないでほしいんですね。妊婦の皆さんに心配してほしくないので、ただ、やっぱり罹患してる群でより高いことが知られてるんですね。 大体2倍ぐらいあるということが分かっています。まあそのため、妊婦の接種に反対する理由というのは、うん、乏しいと思うんですね。まあ子供とかに関しては様々な議論があって叱るべきだと思うんですが、妊婦に関してなんで反対するのかと、お子さんが亡くなってしまう可能性があることなので、まあとてもそれはまあ許容し難いことだと思うんですが、 やっぱりちょっとこういうところにも、まあなんか特定の考えというのが関与しているような気がしますよね。まあこのようにざっと見てきましたが、 いろんな、そうですね。非常に力を持っていろいろ発信されているようなワクチンに対して、機種的な方たちの情報として、いろいろこうやって出ては来ていますが、いずれも明らかにそうだというふうに分かっているものではないわけですね。むしろ否定的な情報というのがたくさんある状況です。で、本当に YouTube っていうのは、 割と反対の情報っていうのが受けるっていうのがありますし、しかもそういうどちらかというと世の中に反対する方の考え方っていうのは、それを好む方が非常に見るわけですね。非常に純度高くそういう方が見ると、動画というのはむちゃくちゃ広がりますから、結果的にそこでまた目覚める人が増えてしまうというわけですね。 で、実際またその自然免疫が低下するだとか、あるいはその他、このような声明を出しているところを非常に推しているような YouTube チャンネルというのもありますよね。ですので、非常にそれに感化されて、それがまあスタンダードであると、それこそがまあ正しい情報であるというふうに信じていらっしゃるような方というのが、 た多分少なからずいらっしゃるのではないかと思います。しかしですね、やはりまあそういう状況の中でこうやって発信するのも勇気がいることなんですけども、しかし、やはり正しい情報ですね。このようにまあいろんな記載とかを見てもいろいろデータ等で、これまた概要欄に ちゃんとリンク貼っときますけれども、それをご覧になっていただければ、それを示唆する明確なものというのが、必ずしも存在しないということがよくわかるのではないかと思います。特にそういう渦中にいる方とか、信じきっている方っていうのは、まあ、なかなかこの考えているのを書いたりするのは難しいと思いますので、私はこれ常にそうなんですが、 その間でどっちが正しいんだろうかとか、あるいは本当の情報どうなんだろうねっていうふうに思ってらっしゃる方にまあ届けることを目的としてこの情報を提供してますので、正しい情報を分かってですね、分断してはいけないですから。 本当にことに対峙していくということがすごく必要だと思います。重要なのはやはり建設的なデータの提供だと思いますので、引き続き情報というのを皆さんにお伝えしていければというふうに思っています。今日のような情報がですね、いろいろ迷っていらっしゃる皆さん、あるいはちょっと霧の中に迷い込んでしまったような皆さん、そのような気持ちを持っていらっしゃる皆さんにとって、目覚めになることを願っています。これからも役立つ医学医療情報をお伝えしていきたいと思いますので、 顔のところをクリックしていただいてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まあ皆さんの周囲の感染状況のほか、こういう話を聞いたよっていうような新型コロナに関するですね、ぜひ教えていただければというふうに思います。それでは皆さんまた。